フェランティ社は、かつて存在した、イギリスの電子機器製造業者。特に軍事関連電子機器と、電力系統向けシステムで知られていた。1885年に創業し一世紀以上に、渡って続いたが、1993年に倒産。一時期は、フ・チー100種総合株価指数にも選ばれていた。さらに、1951年に、 世界初の商用コンピュータの一つ、フランティマーク1の製造販売を開始したことでも知られている。フェランティ製上気タービン発電機セバスチャン・ジアーニド。フェランティは1882年、ロンドンで各種電気機器を設計する会社フランティ、トンプソンインスを創業。フェランティは早くから交流送電にかけており、イギリスでは数少ない専門家の一人であった。 1885年には新たな企業 SZ でフランティをフランシス・インスとチャールズ・スパークスと共に創業。1880年代、フェランティの主力製品は電力量計で多数の電力会社に電力量計を供給する重要な企業となっていった。この事業は1980年代まで続いたが、シーメンスの合弁事業に移管され、 最終的にシーメンスに売却された。1887年、ロンドンエレクトリックサプライコーポレーションは、デッドフォードの発電所の設計をフェランティに依頼した。彼は発電所の建物と発電機、送電系統を設計。1890年10月に完成したこの発電所は、世界初の近代的発電所であり、高圧交流電力を発生して、各家庭には、 高圧させた電力を供給するようになっていた。この方式は現在でも世界中で使われている。成功は続き、フェランティは電気機器を一般にも製造販売するようになる。会社の成長とともに社屋が手狭となった。ロンドン周辺の不動産は高いため、1986年にオールダムのホリンウッドに本社を移転。しかし1900年代に入ると売り上げが減少し、 1903年には、管在人の管理下に入った。1905年、管在人の管理下から脱し、フェランティリミテッドと解消。20世紀の初め、電力は小規模の会社が供給していた。地場産業に電力を提供する発電施設が、プラント内に設置されるのが、一般的だった。各プラントはそれぞれ規格が異なり、一般家庭向けの電気機器を大量生産するのは、 困難であった。1910年、電力の標準化に取り組み始め、多数の電力変圧器を供給し、1926年にイギリスに全国電力網が誕生した。高電圧用変圧器はフェランティの重要な製品となった。1935年、マンチェスター近郊のモストンの工場を購入。ここでテレビやラジオ、電気時計などを生産開始した。 なおテレビラジオ部門は1957年にエコに売却された。さらに同じモストンには科学的測定機器を開発するフェランティインストルメンツもあり、世界初のコーンプレート粘土計なども開発している。第二次世界大戦中、フェランティは軍に電子機器、新艦、真空艦などを供給する主要業者となり、敵味方識別装置を開発し、 レーダーの初期の開発にも深く関与した。戦後も、軍関係の事業が大きな割合を占めるようになり、レーダー設備、アビオニクス、その他の軍用電子機器などをイギリスだけでなく、海外にも供給した。1943年、エディンバラのクルートールに新工場を設け、戦闘機スピットファイアのジャイロ照準機を生産した。この工場を中心としたフェランティス・コットランドは、戦後、 8000人の従業員を抱え8カ所の拠点を持つまでに拡大し、スコットランドのエレクトロニクス産業の始まりとなっただけでなく、フェランティ全体の中でも重要な位置を占めるようになった。後の製品としては、半導体リングレーザージャイロなどがある。1949年からフェランティはカナダ海軍のデター開発に協力した。デターは先駆的なコンピュータ化された。 戦闘情報システムでレーダーとソナーの情報を戦闘指揮所に集約して全体を見通せるようにし潜水艦や航空機への攻撃を指揮できるようにするものである。1950年代航空機に搭載するレーダーを開発することに集中しイギリスの軍用ジェット機や軍用ヘリコプターの多くがフェランティ製レーダーを搭載することになった。クルー・トールの拠点は今では セレックス、ガリレオの所有であり、ユーロファイター台風のレーダーを供給する、コンソーシアムの中心となっている。1960年代と1970年代には、完成広報装置が重要な製品となり、ジェット機、宇宙船、陸上交通向けなどにシステムを設計した。電気機械式の完成広報装置は、エディンバラのシルバーノーズの工場で生産され、アリアン4や、 初期のアリアン5でも使われている。また、パッツも製造した。これは車両に搭載可能な完成後法装置で、イギリス陸軍が使用した。1960年代に、レーザーが発明されると、フェランティも早速開発に乗り出した。1970年代初めには、レーザー即居、目標指示装置を開発し、ジャニュアやハリヤー、さらにはトーネードに採用された。 1974年には、イギリス陸軍に、世界初の人間が持ち運べるレーザーレンジファインダーを供給し、アメリカ市場でも大いに成功し、カリフォルニア州ハンティントンビーチに子会社を創設した。ティアルド・ポットム・フェランティが開発したもので、湾岸戦争の際に、トーネードがこれを大いに活用した。また、 1960年代から1980年代まで、ブリストルブラッドハウンドという地対空ミサイルのレーダーを製造しており、重要な収入源となっていた。1970年、プレッシュと共同でソナーの開発に乗り出し、主にコンピュータサブシステムを担当した。大口の契約を勝ち取ったことでこの部門は成長し、他社を買収してソナーレイの技術も入手。 最終的にフランティ・トムソンソナーシステムズとして個会社化した。1990年代初めになるとエファのレーダー選定が大きな国際問題となった。イギリス、イタリア、スペインはフェランティが開発したキャプターを押し、ドイツは MSD2000 を押した。イギリスの国防大臣と西ドイツの国防大臣、ゲルハルト・シュトルテンベルクが話し合った結果、 イギリス政府はフェランティディフェンスシステムズを問題を抱えている親会社から切り離し GEC に取得させることを約束した。これで GEC 配下でキャプターをユーロファイターに採用することが決まったがヒューズ社は GEC に対して6億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こした。その後ヒューズ社は2300万ドルで和解に応じている。1980年代後半、 フェランティは、軍事関係以外の市場にも進出した。例えば、マイクロ波通信装置、ガソリンスタンド用ポンプなどがある。例に挙げた部門はどちらも、スコットランドのダルケースにあった。フランティペガサス1940年代終盤、いくつもの大学とのコンピュータの共同開発に、携わった。最初の成果は1951年に完成した、フランティマーク1で、 1957年までに9台を納入した。1956年に登場したペガサスは、真空管システムとしては最も人気となり、38台を販売した。1956年頃フェランティのイヴァン・アイダルソンが、7トラックシテープでの文字コードクラフホスター、アイダルソンコーディングを BSI の委員会のために考案した。これが、後のアスキーの元となった。 マンチェスター大学と共同で有名なマンチェスターマーク I の真空管の大部分をダイオードやトランジスタなどで置き換えたバージョンを開発し、性能と信頼性を劇的に向上させた。フェランティはこれをマーキュリーとして製品化し、1957年に発売、19台を販売した。フェランティ全体から見れば小さな売り上げであるが、コンピュータ部門は、 軍事関連の多いフェランティでは外部からもよくわかる部分であった。マーキュリーの販売開始直後、完全に新たな設計で性能を劇的に向上させたアトラスの開発が行われた。1962年に動作が確認され、フェランティは3台を製作した。ケンブリッジ大学の数学研究所の要請で改造を加えたアトラスはタイタンと呼ばれ、 約8年間ケンブリッジでの科学技術計算の主力となった。1960年代の初期にはそれらの中型機は競合力がなくなっていたが後継機の設計は難航した。この暇にカナダの子会社フェランティ・パッカードがイギリスで検討されていたアイデアも取り入れて素早く FP6000 を開発した。この頃、フェランティ上層部はコンピュータ市場からの撤退を考え、 部門の売却先を探していた。最終的に1963年、コンピュータ部門は、インターナショナルコンピューターズタブヤルターズに吸収合併され、1968年には ICL の大型機部門となった。いくつかのオプションを検討した上で、ICT は FP6000 を ICT1900 シリーズの基盤として活用し、1970年代に販売した。 ICT との協定により、フェランティは商用コンピュータ市場に再参入できなくなったが、産業用コンピュータ市場への参入は自由だった。FP6000 の技術の一部は、産業用コンピュータフランティアーガスシリーズで流用されている。アーガスの最初の機種は、当初、軍用に開発された。一方で、デジタルシステム部門が、 海軍のための一連のメインフレームを開発していた。まずトランジスタを使ったコンピュータとしてヘルメスとポセイドンを開発し、1960年代中頃には海1600が続いた。これらのマシンは海軍の艦船で長年にわたって使われた。初めて集積回路を使った FM1600 バイトは軍内部で様々な用途に使われた。 FM1600D は19インチラックに収まる小型システムで、その航空機搭載版がイギリス空軍のニムロットに搭載された。FM1600 バイトを再設計して更新したのが FM1600E で、シリーズの最後となった機種が FM1600E を更新した回2420である。回2420は2010年時点でも実際に使われている。 フェランティは真空管、ブラウン管、ゲルマニウム半導体など様々な電子部品も製造してきた。1955年にはヨーロッパ発のシリコンダイオードを製造している。子会社のフェランティセミコンダクターはシリコン製の各種バイポーラデバイスを生産。1977年には K100L という16ビットマイクロプロセッサを開発した。K100L は アマチュア衛星ユサットマイナス -1 に搭載され、宇宙に運ばれた。フェランティ製バイポーラトランジスタは、ZTX シリーズという名称だったが、その名称は事業を引き継いだ GTX の社名に受け継がれた。1980年代初め、フェランティは、初期の大規模ゲートアレイを製品化し、シンクレアの ZX81 や、ZX スペクトラム、BBC ミクロといった、 ホームコンピュータで使われた。1988年、マイクロエレクトロニクス事業をプレッシュに売却した。フェランティは、米国ペンシルベニア州の軍需企業インターナショナルシグナルコントロールを買収。フランティインターナショナル PLC と解消し、事業を以下の各部門に統合整理した。フェランティは、エスックのビジネスが、 米国の様々な国費組織の命令による不法な兵器販売によって成り立っていたことを知らなかった。書類上、エスックの収入は公明盛大な項目で十分黒字になっているように見えたが、実際にはそれらは存在していなかったのである。フェランティが買収するとともに不法販売は停止し、キャッシュフローが急激に悪化した。1989年、英国重大不正捜査局は、 エスックを大掛かりな詐欺の容疑で捜査した。1991年12月、エスック創設者で合併後の副会長であったジェームズ・ゲランは英米両国をまたがった詐欺についてフィラデルフィア連邦裁判所の法廷で有罪を認めた。イギリス当局のあらゆる素因はアメリカでの裁判に含まれていたので、イギリスでは裁判は行われなかった。 大規模な財政上及び法律上の問題が原因でフェランティ社は1993年12月に倒産した。フェランティの名は今も数多く残っている。エディンバラではフランティ、エディンバラソーシャルクラブとフランティマウンタニリングクラブが現存する。これらの組織はフェランティ社やフェランティ社の一部を取得した企業とは全くつながりがないが今も昔の名前を使っている。 ドニ・フランティ・メーターズ・リミテッドは、セバスチャン・フェランティの直系の子孫が所有する会社だが、本校で開設した、フェランティ社とは直接関係していない。同社は200人以上の従業員を抱え、公衆電話、大型車両用燃料ポンプ、電動機などを製造を販売している。ありがとうございます。